ぶっちゃけ聞きます本当のところ、本日のゲストは鈴木彩音さんです。よろしくお願いします。はい、というわけで我々ですね、はい、先ほどまで本屋さんでお買い物した後なんですけれども、はい、こちらの動画ではですね、一問一答形式で本にまつわることだったりプライベートにまつわることを中心に、こう鈴木彩音さんが一体どういう人物なのか、解像度を上げていこうじゃないかという分かりました企画になります。はい、はい、じゃあ早速質問させてください、はい、よろしくお願いします。お願いいたします。ですか。はい、バイブル。いやなんか変な話なんですけれど、はい、跳躍ニーチェの言葉っていう本があって、はいはいはい、あれを私が上京してくる時に友達からいただいて、はい、なんか悩んだりしたこととかあったら読んでねって言って渡されたんですよ、はい、ただ私本当に悩みとは無縁の人生でなんかちょっとまへこんだり落ち込んだりする時に、はい、目次のページをパラッと見るんですよ、うん、あ、私は悩みじゃないかもと思って一回もまあ読んだことがないんです、その本は実は。そうなんです、ね、でもその本があるおかげでなんかこう心の拠り所があるというか、あ、なんかこう私の心が健康にいられるような気がして、バイブルではないかもしれないですけれど、うん、大切な一冊です。難しいな、あんまりおすすめしないタイプなんですけれど人に。やっぱり三国ですかね。辞書になっちゃうと思います。布教活動を糧にしていて、はい、LINE スタンプで今あの三国党新明会のやつがあるんですよ。え、そうなの。それでこうなんかちょっとした時にありがとうとかっていうのを三国のスタンプを送ったりして、はい、なんかそれ刷り込みをしてる。そうですそうです、辞書面白いよっていう刷り込みをしてます。辞書のおすすめする時の一番のプレゼンポイントって何かあるんですか。小説だったら物語とかあらすじを話せるじゃないですか。はい、なんでしょうね、一番最初はまずこの見た目やばくないみたいなところで美しすぎないこの四角形みたいな、ここにめちゃくちゃ人の思いと言葉が詰まってるんだよみたいなところから入ります。なるほど、感情に訴えるところからですね。辞書に載せてほしいなと思ってる言葉ありますか。まあ、やっぱさっきもお話しさせていただいたんですけれど、推しのところ、はい、推すのところか、はい、に私の名前が載ったりしないかななんて思ったりします。あやねちゃんを推すっていう名前が載らないかなとは思っちゃいますね。あやねちゃんを載らないかなって、うん、ぜひ載せてほしいな。私一回読んだら基本読み返さないタイプで。そうなんですね。そうなんですよ、だからほぼないと思います、うんうん、2回読んだ本が。なるほど。鈴木さんといえばやはりフルートをやられたということで、はい、なんかこう音楽にまつわる小説とか漫画でおすすめの作品何かありますか。音楽系ですか。はい、うわ難しいですね。音楽は人にする坂本龍一さんのあの本が最近だと一番ですかね、音楽系だと。なるほど。これは完全にランと灰色の世界ですね。途中でこう体をこう揉みほぐして全部こう液体みたいな感じにして体をこう粘土みたいにくっつけて理想の形にするっていうシーンがあるんですよ。私もそれやったらちょっと細くなれるかもしれないと思って理想のボディになるかもしれないなと思ってそこやってみたいです。そこなんです。これ言ったら賛否両論あるかもしれないですけれど、はい、夏目漱石の心の先生、はいはい、またなんか賛否両論あると思います。でも、はい、私はお気に入りのキャラクターです。そういう人物惹かれるんですかね。なんか惹かれちゃうんですよね。私なんか撮影通してなんか今聞いて納得はしてますよ。あ、本当ですか、はい、そういうのに惹かれちゃう傾向ありますね。なるほど。今後本に関わる仕事でどんなことをやってみたいですか。小説とかも書いてみたいですし、最終的には本屋さんを開きたいです。本屋さん、私の本屋さん、漠然としたイメージあります。こういう大きさの本屋さんとかどこにあるとか。もう超詳細に夢を描いていて。あ、そうなんですね、はい、でも誰にも真似されたくないから実現するまでは秘密にしておきます。秘密ね。わあ、やっぱり
マイブックですかね。私が続かなかった日記ですけれども、なんか今年初めて買って、こう本に字を書く、あの文庫本と同じ素材でできてるじゃないですか、そこに字を書いたりとか、そんな背徳感が味わえるっていうことを知らなかったので超ドキドキしました。あれ書くの、そうですよ、日記とか あのサイズ感じゃないですもんね、また違う、そうなんですよ、ちょっと作者になった気分というか、そういうのも味わえたりして、心ときめきましたね、あれ。今回のロケ動画の方では、結局買わずだったんですけど、来年を書く予定はどうですか？続かないんですよね、正直。そうなんですよ、それが問題で、例えばこうなんか読んだ本の感想を隠し張りにするとか、そういうところがなんか自分の中で決まったら購入しようかなと思ってます。マイブームは、私甘いものが好きなので、埼玉のお菓子の五花宝っていうお菓子があって、それハマってます。甘いものブームが来てると、ちなみに今何をしている時が一番幸せですか？甘いものと紅茶とを用意して本を読むことです。めちゃくちゃいい暮らしです。あ、私本を読むのを半身浴しながらも読んじゃうんですよ。こう本の間に今月のおすすめとかこうチラシ挟まってるじゃないですか、あれを水没させちゃったことです。もうあれは本当にショックでした。後で読もうと思ってたのに。本自体はまだセーフ？セーフです、本は落としてないです。本の間に挟まってるものを落としちゃいます。なるほど。芸能界に入っていなかったら今何をしてると思いますか？芸能界に入っていなかったら、旅人。めちゃくちゃざっくり。だと思います。分かりました。一言で言うとですけれど、過去、なんかこう、本屋さんを巡っている時に、こうたくさんの本が並んでいて、まあ、もちろんその作家さんは亡くなっている方もいれば、生きていらっしゃる方もいるんですけれど、なんかすごい人口密度だなと思って。たくさんの方がこうなんか肖像画みたいな感じでこう鎮座してるというか、みたいなイメージなんですよ。もし未来のことが書かれていたとしても、書いた時は過去であって、だから本っていうのは全部過去だなっていうふうに感じています。なるほど。過去に対してのなんていうんですか、鈴木さんのスタンスというか、どうなんですかね、そこから何を感じてるのかっていうのを最後聞けたらいいかなと思ったんですけど、やっぱり最近こう電気とかそういうのに惹かれちゃうっていうのは、その過去っていうものをなんか吸収したいからなのかなと思っていて、やっぱり現代にも残っている素晴らしいものっていうのは、こう大衆からは例えば認められなかったりとか、そういった作品だったり、そういう人柄だったりとか、そういったところがどんどんこう伸びていって、今にも通じているところがあるんだなっていうのがすごく分かる感じがしますね。本っていうのはもちろん未来もあるけれど、過去みたいな要素が強いなと思います。はい、というわけで今回は鈴木彩音さんに一問一答形式でいろいろお話をお伺いしました。鈴木さん、本当に今日はありがとうございました。ありがとうございました。